パラントロプスは、東アフリカと南アフリカに生息していた、化石人類の属である。パラントロプスとは、人のそばにという意味。同時代の初期ホモ族や、やや古いコーキアウストラロピテクスとは、頑丈型として区別されるグループで、発達した後と、側頭筋を持ち、硬い食物を摂取する方向に進化したと思われる。120から200万年前にかけて生息した。 かなり長期間、初期のホモ族と同時期に生息していたが、100万年ほど前に絶滅したと考えられている。体長は1.3から1.24メートルで、キャシャ型アウストラロピテクスより一回り大きい。脳もいくらか大きめである。形態的には、アウストラロピテクスより人的な特徴は減少しており、硬い食物を咀嚼するため、高く厚い下顎と太い側頭筋。 それを通すために張り出した方々で弓を呼び大型の薄刃など頑丈な咀嚼器を有している。硬い植物性の植物、根などを常食としていたと考えられる。かつて、ピーボイセイとピーロブストスの実が発見されていた頃、パラントロプスはアウストラロピテクスの系統の中で徐々に頑丈化した一つの分子に過ぎず、アウストラロピテクス属に含めるべきだとする説が現れた。 しかし、パラントロプス最古かつ非常に頑丈な PHO ピクスが発見されると、パラントロプスは初めから頑丈型として登場したということが明らかになり、従来の系統化説は疑問視され、パラントロプスを独立した族とする説が再び主流となった。ありがとうございます。